はい。では今日も暗号通貨ニュースダイジェストをお届けしていこうかと思います。えー、ベー・ルビーニ教授、仮想通貨すべての詐欺とバブルの母だというふうなね、発言をするんではないかと予測されていますけども、まあ確かにね、まあ、詐欺に使われる可能性が非常に高いのは暗号通貨であり、 実際に ICO とをはじめとするね、マイニングとかいう、まあ、詐欺と言えなくもないようなスキームが2018年、2017年後半と出回りましたうん。だからこれはね、あの、そういう趣旨では詐欺と言ってもいいのかなと思いますけども、このクリプトカレンシー自体のね、 えー、その概念とかブロックチェーンっていう仕組みは今後この人類の中に必須のものとなってくるのは間違いないかなと思います。ですからここを切り分けて考えないといけないですよね。この記事だけを見て、ああ、暗号通貨詐欺なんだって思って、えーまあ、暗号通貨をね、手放してしまうというのではなくて、まあ、確かに詐欺には使われやすかったけども、それを乗り越えて本当の 第四次通貨としてですね、これからの人類通貨として使われていくんではなかろうかと考えることはできないでしょうか。スイスのクリプトバレー、仮想通貨ブロックチェーン企業が600社に、評価額は4.9兆円。繰り返しお届けしているんですけども、ブロックチェーンというものとクリプトカレンシーについてですね、資金がどん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 流れ込んでいますよね。資金が流れ込んでいるんですけども、いつか、これは、 特定の暗号通貨に対して資金が流れ込んでいることとはちょっと切り離して考えてください。ブロックチェーンっていうものに対して資金が流れ込んでるんですよ。まずはここからです。ブロックチェーンという、うこの概念の基盤が固まった時に、ブロックチェーンのーその上に載っている一部の資産の移動方法である暗号通貨にも資金が使われ出すということですね。まずは土台を作っているところ、ブロックチェーンってものに資金が流れていくのは土台を作っているということをこ捉えてください。私 私はブロックチェーンにどん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 資金が超えて今回も4.9兆円というね評価額が上がっているということは暗号通貨が爆益を出すというか、爆伸びをする前夜だというふうに捉えていますですから暗号通貨が暴落をしてもあんまり私はね考えてないんですよ、このブロックチェーンが暴落しなければいいかなと思っています。よ暗号通貨 で、仮想通貨の持続的成長、国際金融に新たな脆弱性ということですよね。えー、仮想通貨、国際暗号あ、失礼しました。国際通貨基金 IMF は9日、仮想通貨の持続的な急成長が国際金融システムに新たな脆弱性をもたらすとの見方を記した報告書、世界経済見通しを公開した。これも、これだけをね、特に分析したものを動画で上げていこうかと思いますので、また限定版をお楽しみください。 うん。SBI 北尾社長、何かと騒ぎを起こしている方ですけどもね。仮想通貨取引所の勢力図の変化とビットコインキャッシュについて語るということです。まあ北尾社長ってのはですね、まあ見ての通りの、まあなんですかね、まあ熟年世代なんですけども、こうやった新しい概念とか、新しい技術に対してかなり前向きで、もうすごく頭もいいですしね。批判される方は多いと思うんですけども、一つこの暗号通貨という世界にですね、 大きく切り込んでいるんじゃないるななかとソフトバンクインベストメントバーチャルカレンシーで、ね、SBIVC っていうのもうこの北尾社長の発想ですしね、えー、これからあのリップルをはじめとして XRP ですねビットコインキャッシュがどのようにこの北尾社長によって誘導されていくのかしっかりとついていきたいと思います 中国の仮想通貨、ビットコイン攻撃が外国経済への影響力行使が目的なんではないかなというふうに、米大学研究結果が出ています。まあ、あまり攻撃目的ではなくて、やっぱり中国は中国で勢力を拡大する、この,経済,の経済対策の一部として、きちんと暗号通貨も使っていくということじゃないですかね。まあ、なんせですね、中国国内だけで暗号通貨が使われるだけで、13億人のパフォーマンスがあるわけですから、うん、これは言えばですね、 アメリカの国民が全員が暗号通貨をやっても全然叶なわないマーケットになってするしまうわけなんですよ。うんで、まあ、あと、東南アジアですよね。東南アジアっていうのは10個の国で7億円、7億人ぐらいですか ?7 億人、日本人を合わせても8億人ぐらいしかいないんで、やっぱ中国大陸1個に叶なわないわけなんですよね。だからここにスケールメリットを、世界を誘導するような国民一致団結するとね、 中国国民が一致団結すると、世界中を全部動かせるっていう勢力図ができるわけなんですよ、これは暗号通貨についても言えます、そして中国国民を一致団結させるために、好都合な政策、それが、えー、このね、社会主義ってやつですよね、うあのやっぱりこう、統治体を仕切るうな、なんですかね、まあ、一つの党がですね、独裁的にこの国を動かしてるということです、あの憲法の上に党,党がありますからね、意思決定機関が。 うん、これを、まあ、作ってじゅ上手に使っていくとやっぱり世界を誘導するリーダーになってしまうんじゃないかなという気がしますね、えー、ビットコインなど主要仮想通貨が全面安背景に世界的なリスクオフ化うんそうですね、あのー、ドル円も暴落してますねそして、えー、世界同時株安と暗号通貨要するにお金に関するものが一気に、えーまあ、収縮に 転ずる時期っていうのはたまにあるんですよねだからお金っていうものが必要なもの以上に流通していることの一つのあられだと思います弱気相場にもかかわらず1億ドルの仮想通貨ファンドが出現ということですねおこれどうしたんでしょうねちょっとこれも解析してまたレポートしたいと思います9日に1億ドルの仮想通貨ファンドを立ち上げた方がいるとおこれはすごいですね シンガポール中銀仮想通貨企業の銀行口座開設を支援ということですねシンガポールの中央銀行にあたるシンガポール通貨監督署 MAS のラビ・えー、メロン長官はシンガポール国内の仮想通貨スタートアップや仮想通貨取引所の銀行口座開設を支援する姿勢を示したと、えー、暗号通貨に対してかなり前向きですねありがとうございます、えー、仮想通貨ヘッジファンド過去最高水準で急増と いうことですね。まあ仮想通貨のヘッジファンドってのも出てきたんですかうん。1年で120件ほどということですね。さらに、えー、研究を進めようと思います、えー。タイの仮想通貨ビットコイン詐欺師、パスポート取り消しで帰国できず。あー、なるほど。まあこういうことも起きるですよね、きっとね。ライトコインのチャーリー・リー氏、えー、仮想通貨ビットコインは最も健在な通貨だというふうに、うん、話しています。まあ健在な通貨ですね新しい概念で一番最初にこの世の中に出てきて、 まあ何の仕掛けもないと。本当ファンの間でこそコソと使われてたのがビットコインですからね。まあそれがこれなんかいいんじゃないのってことで勝手に広まって勝手に利用されているということですよね。だからこれを真似してビットコインを真似してできたアルトコインの中にもかなりですね、健全でない通貨が多いってことなんでしょうね。 インドの仮想通貨、うのコイン、えー、神田うのさんですかね。仮想通貨の ATM 設置仮想通貨ってなんで ATM がそんなに必要なんですかね。なくてもやり取りできるのが仮想通貨のいいとこだと思うんですけども。うん、まあ多分暗号通貨をカードでキャッシュにドルとかピラーとかに変えるってことなんですかね。ハーバードやスタンフォード MIT も仮想通貨投資ファンドに出資ということですよね。うん まあ、どんどんお金が流れ込むのかなと思います。仮想通貨ビットコインのボラテリティは、クジラが原因ではないと。私もクジラが原因ではないと思います。えー、クジラのせいにして、何やかんやと、後付け利用してるだけでしょうね。2017年以降の i c o 調達額は、えー、すごい、2兆2000万円ですかうん。2017年以降、イニシャルコインオファリングによる調達額は、およそ200億ドル。どこが200億ドルなんですかね、これ。どんなデータなんですかね。 ちょっとこれも調べてみないといけないですね仮想通貨チャート分析10月10日ビットコインイーサリアムリップルなど使用通貨10種ということです、まあ、今後の値動き気になるところなんですけども全面的にこれは下がったってことなんですよねで今までも下がってきましたしもうここまで来たら下げ材料はないだろうと思ったらさらに下がったということです今回は世界同時株安も相まってかなりの下げを見せているかなっていうことですよね えー、マウントコックス再生管財人がクラーケン、えー、運営会社と覚書、今後の支援に関して協議したということです、マウントコックスっていうのはやっぱりもう、超有名な会社ですよね、このマウントコックスっていうそのロゴをですね、ロゴといいますか、このフレーズを社名とかサイト名に組み込むと、アクセスが急増するっていうふうに気づいてる方、いらっしゃる方います アフィリエイトとか紹介作業とかされてる方は、マウントコックスっていうタイトルでやるといいですよ。マウントコックスを目指せとかね。マウントコックス2とかね。<laughs> なんかあんな感じでアクセスを集めるっていう発想をすぐ持った方はなかなかセンスがあります。 えー、ブロックストリーム社仮想通貨ビットコイン用サイドチェーンの稼働開始ということです。今日のニュースはここまでにしておきましょうか。ビットコインのブロックチェーン用リキッドネットワークのサイドチェーンは9月27日に稼働した。ブロックストリームがあー10日発表したということです。さあ、それでですね、世界同時株安に相まってドル円っていうのもだいぶ急回転が下落で進みましたしね、えー、それから暗号通貨も全体的に価格を下げています。そう思うとやっぱりね、決済のタイミングって非常に大事 いいじゃないと思いますこの,いやあの株安とかねドル安とかね、えー、この何かにつけて安々の直前に決済しておけばよかったなっていうのは決済タイミングを逃したということなんでやっぱり資金計画をきちんと立てることが大事なんだなと感じたこのね1日2日でしたそれでは失礼します